えー、5歳の子供を育てる母です。一部のと供はテレビや E テレのみでマクドナルドは月1などルールを決めて育児をしている方がいるのですが、私は子供に E テレを見せていませんし、YouTube、映画、PC も宣言していません。ですが、ルールを決めているに子供はルールを守れないことが多いと感じています。私も夫も専業事業をしており収入があり生活に回りません。イーテレを見せたら良いというのは都市伝説だと思うんですが、イルクさん、どうお考えですかえっと、あのー。 地球の人口って60億人ぐらいいるって言われてるんですけど、あのイー、e、テレを見てない人が多分59億5000万人ぐらいだと思うんですよね。なのであの人間の子供が育つ上でイ、e、ーテレは必須かっていうと多分必須ではないと思うんですよ。であの細かくルールを決めてルール通りに育てるとルールを守る子供になるんじゃないかっていうふうに思う方がいらっしゃると思うんですけど。 あの僕その小学校中学校高校と割とルールのあるところに育ったんですけどあのいかにルールを破るかルールをサボるかっていうところで生きてて割とうまく生活してるのであの世の中ってルールルルーーをを作るるルルる人人と守の2種類にに分かれるっていう風僕は考えてるんですよで例えばじゃあ,あ F1 っていうあの車のレースがあるんですけどで日本って F1 で決められたルールの中で戦おうとするんですよ。 でもヨーロッパの人たちって F1 のルールをどう作ったら俺たちが有利になるかっていうので争いをするんですよ。要はその政治的に力を持つことでルールを作る側に回った方が得だよねっていうのを分かってる人たちがそういうルールをやるんですよ。なんでそのオリンピックとかも割とそのどうやってルールを作るか。でその経済とかビジネスも実はルール通りにやる側よりルールを作る側の方が 儲かるるし得をするっってていうののの割とその日本以外の国ではそういういいい感覚ででで動いてる人が多いんですよでも日本人ってルール通り従順に動いている方が幸せだよねっていうふうに教育で教えてで教育で教える先生ってその文科省が作ったルールの中でずっとやってる人たちなのでルールを守ってたら幸せだよねなので子供にルールを守るべきだっていうのをずっと教え続けるんですよ。 でもその文科省の教えられたルールの中で育ってる人のが少数派で実は敏感っていうのは文科省なんか知ったこっちゃねえよっていう人の方がうまくいってるんですよね。なのであの日本のその社長の東大率めっちゃ低いんですよ。あのまあもちろんその東大生で幸せな会社員になってる人もいっぱいいるんですけどあのすげえ金儲けてます東大卒ですっていう人より。 東大卒じゃない学校を卒業して金儲けている経営者の方が多いんですよでもちろん東大卒の人もいますよで頭がいい人がビジネスでうまくいくのであれば東大卒の経営者が多いはずなんですよでも残念ながら東大の人ってそのルールの中で動くのはすごく得意なんですけどルールのないところでいかにルールを作って金儲けるかっていうのは不得意な人が多いんですよなので結果としてその 東大じゃない会社社長の下に東大の社員が働いていることって多いんですよ。例えばグリーの社長のあのあれ名前どう忘れちゃった。あのグリーの社長の人名前忘れちゃった。あの仲良かったはずなんだけどあの人確かね日大卒なんですよ。でその下に東大生ってめちゃくちゃいっぱいいると思うんですけどっていう感じでそのあの東大生じゃない経営者の下に東大の人田中さんごめんなさい。<laughs> いいう感じでで割と多いんですけどなのでそのあのルールって守るとか大事だよねっていうのって全然あると思うんですけどただルールを守ることとルールをどうやって作るかっていうのとそのこのルールは守らないで無視した方がいいよねっていう基準をどう作るかっていうので考えるとあの割とそのあのルールにずっと従うっていうのじゃない方がうまくいくことが人生が多いのでなのでなんか。 あの親が決めたルールを守った方が子どもが幸せになるかっていうとそうでもないっていう話なんだと思うんですけどすいませんそろそろ終わります。なんんか3時間ららいいしゃべってるらしいんで